こんにちは、腕時計の沼人 SJ です。さあ今回は速報でミナセのモデルをお伝えします。ミナセメイドインジャパンですね。限定受注商品ジャパンアートコレクション虹の雲を発売と、秋田県湯沢市の2社、京和製鋼ミナセと川面漆器漆工房摂津による地産コラボレーションということだそうです。そしてあらかじめ読み方の難しい文字列が並びますので間違えていたらごめんなさい。こちらは2024年9月10日発表となっています。プレスリリースです。時計ブランドミナセは川面漆器の漆工房摂津とコラボレーションした限定商品ディバイド漆シリーズ、モデル名虹の雲を2024年10月1日から11月30日までの受注期間を設けて販売しますと。受注期間なぜでしょう。そしてこちらがそのモデルですね。綺麗ですね。ブラックに映えるピンク。はい。そしてミナセについて一緒に学んでいきましょう。もうご存知の方多いとは思いますが、初めての方向けです。ミナセとはと、ミナセの原点はブランドのシンボルに掲げるドリルであると。これがドリル型なんですね。金属の持つ精密さと美しさを極限まで引き出す切削研磨技術を持つ高性能工具メーカーの京和が情熱を惜しむことなく注いで完成させた芸術作品が時計ブランドミナセです。ミナセの美しさは大胆にして緻密。これまで世界中の時計ブランドが想像すらできなかった超立体的なデザインを考案し、なおかつ研磨マシンのバフが届かない細かな断面までも磨き上げるための構造を作り出しました。ミナセの時計はハンドメイドの集合体。技術がなければ出発点にすら立てないと。そして技術があっても情熱と時間を費やさなければ完成しない。大量生産が不可能なものが放つ存在感、先進性と芸術性を兼ね備えた究極のインダストリアルデザインを待ち望むオーナーが世界にいることを信じて時計を作り続けますというこのブランドのメッセージですね。今回の新作についてです。世界に誇る日本の芸術虹の雲と、漆は英語でジャパンと呼ばれます。この場合ですね、注釈小文字の J ですね。これともう非常に区別されます、英語の場合は。日本では漆を華やかに彩る技法が花開き、芸術として発展していきました。そしてこちらに特設サイトがありまして、ああなるほど、やっぱり綺麗ですね。このあたりにこう散りばめられたこの貝の、なんとも言えない、虹色ですね。それが漆シリーズ虹の雲であると。そしてこちらは故郷の技が生んだマスターピース文字盤。時計ブランドミナセがある秋田県湯沢市は伝統工芸の川面漆器が息づく、地域ですと。今回待望のコラボレーションが実現。漆工房摂津が、天然の貝を用いて螺鈿に仕上げた川面螺鈿の文字盤を製作したと。そして折り紙の美を元にケースを設計したミナセの人気モデルディバイドに搭載をしますと。虹の雲の魅力は文字盤に施された螺鈿の光の揺らぎと奥深い色の変化です。正面から眺めるとピンク色を帯びた輝きが角度によって緑色に移り変わりますと。ピンクから緑ですからね、すごいですね、変化の色合い。なるほど。そして通常の貝文字盤に比べて職人が貝のピースを色合わせしながら制作するため、時間も手間も圧倒的にかかります。そのために受注期間を設けているということです。なるほど、そういうことだったんですね。そして購入の申し込みは2024年10月1日から11月30日までミナセブランドサイト内の虹の雲特設サイトおよび各取扱店特設サイトにて掲載にて受けたまわりますと。受注期間終了後は地産コラボレーション商品として秋田県湯沢市ふるさと納税の返礼品として継続販売する予定です。なんと、はい。そして漆工房摂津についてとありますね。はい、こちらが親父さんでしょうか。摂津弘樹さんですね。いいですね。
そしてこののれんがありまして、その川津が漆器はですね、秋田県の湯沢地域で800年の歴史を受け継ぐ伝統工芸品です。鎌倉時代、刀や弓などの武具に漆を塗らせたことを起源としていますと。なるほどですね。すごく歴史の勉強にもなりますね。そしてその中でも漆工房摂津は川津伝統の塗り、蒔絵のほか、螺鈿、琥珀、銀磁などの表現技法が高く評価されていますと。受賞歴がたくさんずらーっと並ぶんですが、それ割愛させていただいています。そして大きく写真が出てきました。あれ、またこれはやっぱりこの文字盤がですね、並びが違いますよね。一つ一つ違うと。そういう意味ではユニークピースではありませんけれども、本当に世界に一つしかないということでは素晴らしいですね。なるほど。商品名ディバイドと読むんですね、これね。ディバイド、漆シリーズ虹の雲で、品番はこちらになります。仕様はステンレスケースに、ムーブメントは KT7002、 そしてこちらはエーターの2892ベースなんですね。なるほど。それがただエーター、ETA の場合もですね、ランクがありますので、その精度によるいろいろあるので、どのランクを使っているのかまでは分かりませんが、日常生活防水5気圧であると。5気圧 OK ですね。3気圧よりも5気圧ですよね。そしてサファイアクリスタルと、川津漆文字盤、そして黒の黒子ダイルストラッププラス F バックルということですね。ケースサイズは、縦 40.6mm、 横 40.6mm、 つまり丸型の円形であると、ですからラグトゥラグのサイズ感はありませんね。で、トータルの厚みは 11mm と、これはガラスを含んでいますよということですので、いや結構薄めですよね。はい。そしてちなみにブレスレットモデルでのオーダーも可能で、こちら88万円となっております。この価格は、クロコダイルの価格ですね。そして方法はミナセの、虹の雲特設サイト、各取扱店と、いわゆる時計店ですね、があると。そしてお渡し時期と、2024年12月中旬から順次ということなんですね。なるほど。いかがだったでしょうか。こちら、まとめですが、例えば日本の現代工業技術、ハイテクですよね。その水瀬さんの。と、いにしえの伝統、漆の工芸ですね。が、ランデブーした、ガッチンコした、今回のモデル。もうぜひ実機を見てみたいですね。裏返りそう、声が。そんな思いに駆られつつ、速報でお送りしました。見てみたい。キャラバンを行われるとか、書いてありましたね。詳しくは特設サイトをご覧ください。それでは、高評価、チャンネル登録、そしてお気軽にコメント、どしどしお待ちしております。皆瀬に対する思いとか、いろんな人お待ちしておりますよ。それでは、次回の動画で、バイバーイ。